回は秘宝中国人さん日本の漫画が決闘で全てが決まる問題に気づいてしまうに対する読者の反応集を紹介します。中国オタクの中には強い理由が決闘ということについてちょっと考えてしまうこともあるらしく、中国のネットで話題になっていました。考えてみると日本の作品の主人公の強さって結局は決闘で決まってない？強いキャラはみんな良い決闘という背景がある。主流な少年漫画を見てみればルフィもナルトもゴンもイチゴもリクオもはっきりと決闘による強さとなっているし、コナンなんかでも同じ分野で優秀な親の才能を受け継いでいる。優秀なキャラには優秀な決闘が背景としてあることが多いね。ここまで多いと、この設定が日本人の感覚独自の強い説得力を持っているのではないかと考えてしまう。日本のアニメは昔からそうだぞ。お前ら一級さんが単なる片親しかいない子供だと思っているのか？一級は南朝慶天皇の私生児で、出家しなければ大きな問題になっていた。それと単なる家父だと思われていることの多い母親も藤原氏の血統だから、一級はすごい血統のキャラということになる。すべてが血統によるものではなくても、本人の努力や師匠的存在、育った環境、過去の経験と同じかそれ以上に、重要なものだったりすることは多いかも。それから血統と背景があると話が作りやすいのかもね。伏線にもできるし。正直、狩猟で強くなったりはするけど強くなれた理由が結局は血統による能力ってことだと、なんとなく冷める時がある。バレちゃったねー。中国のオタクって一級さんなんて見るんか。天皇制の影響って侮れないよな。武家じゃね？武家って家を残すことを最重要視するから割と養子に寛容やで。強い理由付けがいっぱい狩猟しただけやと無双するの無理あるやん。主人公の父親が強い方が盛り上がるからしゃあない。単にそっちの方が関連エピソードとして話を広げやすいからなんやわ。犬でもそうやん。雑種の子は雑種。競争馬みたいなもんや。伝説のスーパーサイヤ人の息子カカロットや。孫悟空は下級戦士だけどそもそもサイヤ人という血統が強力ということなんかな。セイントセイヤ。セイントセイヤは急にガバガバ血統設定出てこなかったっけ。そう考えると特別な血統とか選ばれ使者とかではなかった炭治郎って異色の主人公やったな。でも長男やし。あれ父親が神楽とか編み出したすごい人物じゃなかったか。現実がそうだから。本物思考なんよ。この価値観日本らしいよなほんと。武家とか商人とか割とポンポンと養子に家継がせていたりするのになどっから来たんだこの思想。日本は基本的に世襲制だから。権威主義だから。看板クラスのバトルもので決闘全く関係ないの剣心ぐらいか。呪術廻戦もそうか。あれはスパイダーマンみたいなもんやけど。ガチ努力だけって千葉明夫のキャプテンくらいか。千葉哲也は明日の城も別に決闘の話じゃないしな。矢吹は生まれもどことも知らない孤児やし、ジャンプで新しく始まったボクシング漫画は決闘の話だったな。鬼滅の刃と呪術は決闘の話だったけど、チェンソーマンは決闘関係なかったな。すべてではないと思う。特にジャンプ主人公は決闘主人公多い印象あるけどみんなめちゃくちゃ狩猟したりとか努力しとるし、主人公の成長力の理由付けに決闘を使ってるんやと思う。決闘だから強いんやなくて、強くなれる理由が決闘なんやと思う。チェンソーマンとかは決闘の話じゃないな。少年漫画に多いだけやめっちゃ説得力ある設定やからな。ワンピースとナルトっていう二巨頭がゴリゴリ決闘主義なのがね。ナルトは正直やりすぎやろ。ホカゲの息子に加えて始祖の息子の転生者とか盛りすぎや。この問題を解決できる転生ナローって実は結構すごい発明なのでは？ナローですら大体貴族に転生するからな。辺境だの下級だの末っ子だの言い訳しながら。なぜこの主人公は強いのかの理由付けがまず必要やからな。これを手っ取り早く読み手に説明できるのが決闘であり謎の例であって。説明に量や手間かかってもいいなら当然別の方法もあるけど、少ない情報で正確に読み手に届けたいから選ばれとるだけやな。作り手は主人公の強さの理由なんかよりもっと読み手に見せたいもんいっぱい抱えとるわけやからね。言うて中国もそうやないか。平和じゃなくなったらその辺から有能が生えてきて天下取るだけで。スポーツ漫画とかはあんまりそういうことなくない？家族とか親って背景があまり書かれないからやと思うけど。越前くらいやな。スポーツ漫画は決闘ないよな。翼の父親は船長だし桜木はただのサラリーマンっぽい。何が言いたいんだよ。
決闘で決まるのは嫌だって総が日本だけじゃなくて中国にもいるって伝えたいんじゃないの。昔なんて勝手に霊の末裔って名乗ってるのいっぱいいたからな。ちょっとでも血が入ってればいいなら末裔なんていくらでもいるだろうし。全く血が入ってなくても調べようがないからやりたい放題よ。血統というか才能が存在するのは否定しようがない大谷と同じだけ努力すれば大谷になれるかって言われたら無理だし。ボルトと同じだけ努力すればボルトと同じくらい速く走れるかって言われたら無理だし。それは大谷と同じだけ努力するが曖昧な過程なのでなんとも。それよりも純粋にバレーボール等では高身長が有利とかのがわかりやすいと思う。その辺はアイシールド21でやってたな。天才が努力していたら盆栽が同じような努力しても叶わないと。遺伝子には勝てないガンダムシード。特別な先祖がいるわけでもなく何の才能もない両親から生まれた主人公が努力だけでのし上がって大活躍する展開の方が今の読者は嫌うんじゃないか。主人公が強いのは血統がいいからって理由がある方が親ガチャがどうとか言ってる最近の読者には受けがいいだろ。今の読者に限って言えばそれも合ってるんだろうけど、昔の読者にも受けはいいからな。最近は上の方でもあるけれど、主人公が努力をするよりも前から努力している人たち。先輩やら師匠やら先生やらに短い時間で追いついて追い越すのに、納得いかない読者を説得させるために血筋に頼っている感じがする。そもそも昔の主人公って最初から強いからな、何の才能もない主人公なんておかしなのをジャンプがやってるから。才能がないのに急にパワーアップなんてめちゃくちゃ話になってるだけ。中国の漫画は違うん。当たり前やん。選ばれし指導者様の下で皆が一丸となって労働すれば解決しない問題はないんだから。中国の王朝って秀吉みたいな成り上がりが結構いるからな。UFO やら主元将やら毛沢東やらそれに異民族系の王朝も多いし日本ほど血統重視じゃないんでしょ。最近の漫画は血統じゃなく転生したら強いだけどな。それでも転生先が貴族の息子みたいなことがほとんどな気がする。バカな貴族が実は有能な主人公を追放してそのせいで没落してざまあみたいな展開を。作者が書きたいからってのが大きな理由ではあると思うけど。仮にジャンプでナローやるとしても多分そうなるけどね。一から仲間集めやってた品で言った作品がどれだけあるか。貴族なので優秀な家臣が最初からいますっていうのはなんだかんだ理にかなってる。転生後がスライムでも剣でも自販機でも転生したから強い有利。転移転生人が転生人を倒す作品はあっても、現地人が転生人より強いって作品はほとんどなくね。ほとんどないって、そういう作品ばかり見てるからじゃない？異世界転生者が最強の作品の方が珍しいでしょ。転生じゃなくて転移や現地人も多いぞ。なんなら異世界じゃないのも多いから。貴族に転生なんてほとんどないけどな。お前が知ってるのがそういうのだけってだけだろ。ああそっか、人格と付属するスキルはすごいやつになるけど肉体血統は大したことないのか。なるほどな。でも親の血統にしろ、前世の能力にしろ、転生後発言のスキルにせよ、現自分の身の振り方にか関わらずに与えられたギフトという意味では似たようなものかな。ナローは主人公最強じゃないのも多いけどな。平民に転生も多いしスキルなしとかもあるな。テンプレって言ってるけどジャンプの方がよっぽどテンプレな話ばっかりだぞ。ジャンプは主人公最強で平民ってのがテンプレでそればっかりだろ。他人の知らない知識や技能や経験を持ってるという時点で血統や才能と同じだと思うけど、それで凡人以下だったら主人公が凡人よりはるかに無能ということになる。異世界転生ものは興味もないけど、転生前より能力が劣ってる主人公とかいないんじゃない？ただ行った先で一流になれるかはもともとの才能次第だと思う。凡人が100年練習しても大谷になれるとは思えないし、俺が100年間毎日真面目に勉強しても司法試験とか絶対受からんと思う。もともと才能に対した差がなかったか、もらった能力がチートすぎるだけ。現実で無能の主人公が他所で一流になる展開には抵抗がある。というか親をすごい人にした方が話を作りやすいんだよ。両親が平凡だと話を膨らませにくい。ハンターだと人みたいな、その世界のトップ層を無理なくに負わせられるというのもでかいと思う。妄想がはかどる。超えるべきハードルにも設定できるしな。今回は、秘宝、中国人さん、日本の漫画が、決闘、で全てが決まる、問題に気づいてしまう、に対する読者の反応集を紹介しました。この動画が面白いと思っていただけたらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。